はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。まあ住人の中に切り裂きジャックじゃなくて、なんだっけ、なんか切り裂き魔が紛れ込んでいるということで、かなり不穏な空気が漂っていますけれども、とりあえず丘へ行くんだっけ。その前にちょっと装備を整えたいんですけど、装備を作ってはくれないね。じゃあ行きますか。あー、やられたか。私の足は、え、足切られた、もしや。すげえ元気なんだけどめっちゃバタバタさせてるし。大丈夫なのか。いや、まあ痛そうな素振りではあるけど、こいつら、え、そんな重傷。血だわ。やっぱ切られたんだから血くらい出るでしょ。両足にバルバロス船長と同じような傷を負っているようです。え、それってどれくらい重傷なの。まあ、切断はね、さすがにされてなかったか。この辺りにまだ七つがいるってことか。カーラン卿の手当てが先です。アドル・クリスティ、とにかく助けを呼びましょう。まあ、カーラン卿がね、めっちゃ弱そうっすからね。船長を狙うのは結構危険があるけど、カーラン卿だったらそんなに危険はないでしょう。もう我慢ならんのである。まあ名乗り出ないよね、普通に考えて。まあアリバイがあるからね、こいつには。小舟を作った。うん、小舟くらいでね、海に出れるとは思わないんだけどね。特にこの海域は流れが激しいって言ってるからね。外海まで出る必要がある。うん、そりゃそうだよね。船が沈んだら別にさ、船長の責任ではないと思うけどね大変だよな、責任者って本当に。お、ここ今度は一体何なのだ。獣どもの襲撃か。ずいぶん近くで聞こえました。まさかやつか。間違いねえ。もしかしてサハドのおっさんを襲ったっていう異形の獣か。ドギ、みんなを頼む。ああ、おう、任せとけ。お前さんも気をつけろよ。あれ、追撃戦になるんだ。防衛の何かは作れるかな。あんまりアイテムを手に入れた記憶がないからな。作れないね。よし、そのまま行きますか。じゃあ追撃戦。異形の獣来る。ウェーブ4か。さあさあ、戦闘開始だ。任せとけって。え、一応みんなで戦うんだ
でもこいつはさ、古代種の割には弱いよね。道中で出会ったさ、めっちゃ強い古代種とかさ一発で殺されるけど、こいつに至っては一応対等に渡り合えるからね。どっから来たんだこいつ海側だぞ。だってこっち側は、いないねいなくなったんだけどかかってこい。まあどうせウェーブ読んで出てくるんでしょう。とりあえずドラ鳴らしとこう。これも神の技です。いいね。あ、こいつらはもう一掃する。あとこっちにも出てきたか。地図を見ながらね、どこに敵が出てきたか確認しないと。オッケーオッケーオッケー。あー、この鳥はね、ラクシャに任せないといけないからね。この鳥がさ、突っ込んでくるやつがもうどうにもならないんだよね。やばいやばいやばい、ずるくないか飛んでんの。ラクシャ早めに、もういいや、ラクシャでいくか。あとこっちにもいつの間にか、うわサラマンダリオンみたいなのが出てるな。よし、サラマンダインの顔をめっちゃ手に入れたな。とりあえずでもウェーブ1はいい感じにしのいだな。おお、リヒト、君はなんでそんな気弱なくせに。油断せず行こう。踏ん張りどころで。戦況報告、戦況報告、待ってろお前ら。ドギハウ部長、ドギハウ部長、強引突撃。やばい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 、デコイがやられる。ほら、よし。あ、でもスパンしやすくなってんのか、ドラを打つと。わっ、こいつマジずるいよな。顔壊された。もう鳥が来た時は速攻で耐えよう。ラクシャに取れた。うわ、噛みた。よっしゃ、ここでぶちのめす。あとあっちこれを打って、おお、デコ1個壊されたけど、グアラニーガの爪も手に入れたし。リヒト強えな。あれ、船長、そうか、怪我してるからいないのか。ここが踏ん張りどころです。おーら、とりあえずこれで。あっちはラクシャに任せるか。全然アドルじゃ当たらん。さて直すとすか。こっちにいる。もう壊されんの。あー、やばいやばいやばい。今日めっちゃ近くに出てんな。いいね、ドラ何気に役立つわ。使い方さえ慣れれば。おらん、あいつか。ちょっとな、ちょっと待って、近くにもいるぞ。こっちか。壊される、壊される。おらおらおら。え、あっちはまだ始末してないけど、基本的に分散とかできないのかな。でこいがでこいがやられる。潜れねえし。オッケーオッケーオッケー。おお、いい調子だでもちょっと壊されたね、柵が壊されたのか。アリスンちゃん今回ちょっと不調ですね。いつも調子いいのに。これが俺
様の実力よ。さてここからか。 お見事です。皆さんあと一息です。ファイナルウェイブ来た。おら、ありがとうございます。助かりました。こいつはね、頭が弱点だからね、技はこれを使ってた方がいいな。上にこう切り刻む。おら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 、おら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 、だいぶ戦い方もでもなってきたな。どこに逃げていく。あー、いってー。あ、こいつ炎なんて投げてきたっけ。いけー。おら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 、あれドギハンかなりヤバくね。そろそろ力技を使ってもいいと思うけど、倒したか。いやてかさ、向こう側めっちゃ狙われてたし。おー、アリスンちょっと上がってきたね。これが俺様の実力よ。まあ、ドギはね、さすがだよ。大したもんだ。絶好のまたね。やったらね。このデコイ、あと一発食らったらぶっ壊れてたな。お疲れ様でした。おー、いいね。上出来だ。うん、まあ上出来だね。なんちゃらの粘液も手に入れたし、結構これいいアイテム手に入るよな。お、力の霊薬だ、やった。で、料理はねストックできるっていうことが分かったんで、食材も何気に欲しいっすよね。料理なんかその場で食べて終わりかなってずっと思ってたんですよ。てかさ、なんでヘロヘロなの。ちくしょう、相変わらずしぶといやつだぜ。このままでは。そんな劣勢だったか。お前何しに来た。なんなのだあれは。 あいつらなんだってここに。本当だよ。やばいぞ。これ絶対さ、左側の空いてるところから侵入できるでしょ。おお、ナイスだ。でもな、銃弾だけだとな、ちょっとあんまりダメージソースにならなそうだけど。お前何すんの。いや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 、普通の素手だよ。鉄鋼とかつけてるならまだしもさ。何この。鉄拳強すぎでしょ。ドギの逃げてったよ。ただやつとの勝負はまだついていないか。助かったのか。どうやらそのようですね。まあ、今のところこいつが一番弱いっすよね、古代種の中では。まだ対等に渡り合えるっていう、まあ、倒せはしないけど、まあ、負けもしないっていう。
異形の獣。圧倒的な生命力と獰猛さ。いやそんなのさいっぱい渡り合ってきたでしょ今まで。知っていることを話してほしい。今は力を合わせることが大切だ。ほう、こいつなんか知ってんだっけ。え本当に何か知ってんの。あれはあの獣はおそらく古代種と呼ばれる生物です。古代種、確か見張り小屋のメモに書かれてた。遥か太古の昔、人がこの地上に現れる以前の話です。圧倒的な旅力を持って地上を支配し、やがて絶滅した巨大な生物たちがいました。その生物たちの総称こそが古代種。まるで爬虫類のような容姿や獰猛さは彼らの特徴なのです。何を言い出すかと思えば、見たこともない大昔のことがなぜわかるのだ。僕も聞いたことがあります。古い地層から巨大な生物の遺骸が見つかることがあるとか。最近はロムン帝国の学術機関でも研究が始まったそうですね。ひょっとしてジョーちゃんはその古代史とやらに詳しいのか。そのいろいろとあって知識はそれなりに。すごいことじゃないか。ジョーちゃんがいてくれれば奴らへの対策ができるかもしれん。そういうことなんだろ。どこまで力になれるのかまだわかりませんが。相手の正体が何もわからなければ恐怖は膨らみ上がる。知っている者がいるということはそれだけで心強いものです。そんな。謙遜するなってな、アドル。ま、頼りにしてますよ。はい。それにしても古代種と七種の切り裂き魔、俺たちはその二つの脅威にさらされているってことか。いい加減にしてくれ。古代種だかなんだか知らんが、七種だけでも恐ろしいというのに、もうこんな島にいるのは耐えられん。お前たち庶民どもと同じ空気を吸うのもうんざりである。どっか行っちゃったよこいつマジどこ行くんだ。やれやれ、世話が焼けるおっさんだぜ。あ、一応見に行くのね。でもこの住人の中の誰かが切り裂き魔だとしたら、なんか別に怪しい人いないんだけどだって今のところ物語的に全員必要な人だよね。だってこれ仮にさ、鍛冶屋だったらさ、鍛冶屋がいなくなっちゃうわけじゃんそれはないでしょうっていう。みんな何かしらの重要な役についてるからね。これ登るだけで怖そうだよな。ありがとうございます。縄ばしごを登るのは初めてで、
これほど不安定なものだとは思いませんでした。危ないんじゃないか。どうした？今日はいろいろありましたし、私は無神経なサハドのように簡単に寝つけません。その他にすることも思いつかなかったものですから、これはお、なんかくれんの？これ何？作ってくれたのかい？もしかして。一応初めて作ったものですから味の保証はいたしませんが。まあ美味しそうではあるよね。そうでしょうか。もう少し上手に作れると思ったのですが。そういえばヒュンメルには会いましたか？どこへ行っていたのか聞いたら、教える義務はないとか言って。一体何が目的なのやら。なぜ古代種のことを黙っていたんだって。それはもし長くなりますが、聞いていただけますでしょうか？私は父から古代種のことをたくさん学びました。父は貴族であるとともに考古学、特に古代種の研究を専門とする学者でした。私は幼少の自分から研究室に出入りし、よく発掘調査にも同行したものです。私は父が大好きで、そして誰よりも尊敬していたのです。ところが私が16歳を迎えた頃、父は古代種の研究や調査に傾倒するあまり、屋敷に戻らなくなりました。父が領地経営をないがしろにしたことで、やがて領民たちは暴動を起こしました。兄が当主代行となることで、なんとか暴動は収めたのですが、一度揺らいだ領民たちの信頼を取り戻すのは容易ではありません。その後竹の計略もあり、兄は失脚、母は新郎から部屋にこもるようになりました。そして今から3ヶ月ほど前、ついにロズウェル家に爵位と領地を返上するよう命が下りました。このままではロズウェル家は。私はそのような父から授かった知識を、自分自身の全てを疎ましく思うようになっていきました。そして居場所を失った私は屋敷から逃げ出したのです。先ほどは戸惑いました。私の知識が役立つことなんて状況を考えれば不謹慎ですが、その居場所を見つけた気がして。まあ今はそれでいいんじゃないか。そうだな。見た目によらず、あなたは厳しいことを言いますね。え、今のって厳しいことなの？もちろん私もそれに甘えるつもりはありません。父を、あの人を一番理解できるのは私だと思います。だからここを脱出したら、私は父を探すつもりです。私の本当の居場所を取り戻すためにも。必ず見つかる。そうだといいのですが、何せ各地を転々としているようですから。
それはアドルも一緒でしょ。それとですね、私、あなたに謝らないといけないことが。父は貴族でありながら自由闊達な気風の人間でした。そのどことなく冒険家であるあなたに面影を見ていたといいますか、なんとなく顔つきも似ているせいか、そのこれまで強く当たってしまって、ごめんなさい。うん、まあ気にしてないよ。気を使わないでください。今では私の八つ当たりだったと反省しています。さて私はそろそろ休息所に戻ります。このような状況で話を聞いていただいてありがとうございました。そのおやすみなさいアドル。レシピ帳キッシュ、あれさっきのもしかしてピザみたいなやつ。しかもさ、あのピザさ、食いかけだったよね。欠けてた部分があったし、まあ味見したのかな。さすがに初めて作ったって言ってたからね、味見して食べられるものを確認して、まあ揚げたと。今日は夢を見なかったな。ドギが？君たちはドギのパシリかい？ああ、カーラン卿が村から姿を消した。村がね、一番安全だと思うんだけどね。まあでも一人で逃げれば、霧崎間からは逃げられると思ったのかね。明け方、村に手がかりが残っていないか調べる。はい、というところで、じゃあ古代史を退けて、カーラン卿がちょっといなくなっちゃったみたいなので、捜索は次回やりたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。